して、スワローズファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日は2ヶ月ぶりの神宮球場でのヒーローインタビューになります。今日のヒーローは、投打のヒーローにお越しいただきます。まずは、投打のヒーロー、サイスミード選手です。サイスミード選手です。神宮球場での初勝利になりました。今、どんな感じでしょうか。最高な気持ちです。こちらスワローズファンの前で勝利をすることは最高ですし、まあ、神宮で勝利を待ってたので最高な気持ちです。今日は久しぶりの神宮球場でのマウンドになりました。どんなことを考えてのマウンドになりましたか？Not too much, just trying to give us a chance to win, come out warming up everythingHad a ton of support from all fans, and that goes really all the way. 特別意識などは特になかったんですけど、まあ、とりあえず自分の準備をしっかりして、まあ、いいピッチングして、チームの勝利を、まあ、導くようなピッチングができたと思います。この構造もありまして、初回からバッター陣も援護がありました。今日のバッター陣の活躍というのはどのように映ってましたか？Oh, that was great. We did a great job. Hitters have great approaches, and as a pitcher, we can go out there and have those runs right from the first inning. It's huge. 本当に素晴らしかったです。ピッチャーとしてやっぱその援護してくれるっていうのはとてもいい気持ちですし、まあ、バッターたちもすごいいいアプローチで私に立てたと思います。We're a really, really good team, and I'll just keep trying to do my part to keep us in the games, and I think we're going to make some noise in the end season. とてもいいチームだと思います。まあ、自分も、まあ、毎回毎回いいピッチングすることを心がけているので、まあ、シーズン終盤でも優勝争いをできていると思います。続いて、ラブヒーロー